天下不病じゃ。 配下にして道案内をさせようぞ。天はわしに新たな戦場を与えたか。ならばこの世界で天下不病を目指すのみ。 助かりました。わしに逆らえば撃つ。<笑>負け者よりよっぽど恐ろしい。逃げるぞ。逃げたか、無礼な奴よ。まあよい、他の者を探すぞ。 なんとお礼を言ったらよいか。わしに従えば首は繋いでおいてやる。
殺される逃げろ。またしても逃げおって。ここは一体どこ？それにこの化け物たちは何？ここはどこ？私はなぜ襲われているの？ このノブニャガの家来となる。容赦せよ。誰にものを言っている。裁いてあげるわ。今すぐ。裁きの時は来た。 友を背よ。断るなら力ずくで参るぜ。私の邪魔をするの？なら殺さないと。それが役目なら猫が立っている。よかれ。どうすれば。 敵を完全にぼーっとしおって。貴様、わしをなめるでにゃい。そこまでだ。仕留めてやろう。落ちなさい。 いやあ、お見事。ふざけた人間だ。お前も殺されたようだな。とんでもない。力を貸してほしいだけだよ、英雄さん。ええ。 頼む。頼む。あ、え？いや、すまない。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは 作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして
新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに、叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ、実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持っている。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ、愚かな人間よ。くっ。ああいや、そう、いや、おお、厄介だな。すまない。よかろう。ふん。そうだな。うん。面白い。英雄さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。このノブニャガ、自ら相手してやる。
せぬ。滅せよ。たわけ。次はこれでどうだ。やるな。こんなのはどうだ。落としなさい。そのまま始末を感じる。始末する。いなくなって敵を買ってお父さんの元へ行くなら今こそ裁け。敵を倒さなくてはどうすればいいの。少しのためにやおさけ。我が武こそ天下無双。新しき世を作るのはこのノブニャガ族。いい感じだな。さすがは英雄さんだな。さて最後は俺が相手だ。裁きを与える。呼ぶなら終わり。容赦せぬ。滅せよ。たわけ。梅力天魔王、止められると思うだか。やっぱり英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。英雄さん。
王。頼む。